こんにちは、エバトタケシです。今回は、欠点は直そうとしているうちは苦しいけど、それと共に生きていくと受け入れた瞬間から生きることが楽しくなるというテーマでお話ししていきたいと思います。欠点とは不十分なところがあるということです。不十分なところを知るためには、これが十分というやつですよという基準が必要になります。これぐらいあれば十分ですよという基準から大きくずれている部分があると、それは欠点だとみなされます。これぐらいで十分というラインを作っているのは他人です。他人がこれぐらいできるのが普通でしょうと決めたことができないと、あなたには不十分なところがありますよ、それはあなたの欠点なので直した方がいいですよと言われてしまいます。そして他人からあなたには不十分なところがありますよと言われた時、そんな自分をダメだと思うことで嫌な気持ちになります。他人から欠点を指摘されるたびに、こんな欠点がある自分はダメだと否定することで、どんどん精神状態が悪くなります。この欠点があるからみんなからバカにされるんだ、この欠点があるからみんなから愛されないんだ、こんな欠点があるからいけないんだと思うたびに、自分のことが嫌いになってきます。他人が作った基準を満たしていないと、あなたは不十分ですよ、あなたには欠点がありますよと言われてしまいます。しかし他人が作った基準を満たしていなくても幸せになることはできます。あなたは平均より身長が低いので、それを欠点だと思いなさいと言われても幸せに生きていくことはできます。あなたは私の作った基準と照らし合わせてみると、緊張しやすいということになりますよ、心配性ということになりますよ、人見知りということになりますよ、気が弱いということになりますよと言われても、だから幸せな人生を送ることはできないということにはなりません。他人は他人の都合で勝手に作った基準を使ってあなたを評価してきます。しかしあなたはそんな基準を満たしていなくても幸せに生きることができるから大丈夫です。他人からあなたには緊張しやすいという欠点がありますよと言われても、いや、私にとってはこれぐらい緊張するのが当たり前なんですと思うことができます。あなたには心配性という欠点がありますよと言われたら、いや、私は責任感が強いだけですと思うことができるし、あなたには人見知りという欠点がありますよと言われたら、いや、私は自分を守るために相手をしっかりと見極めてから距離を縮めていくのが得意なんですと思うことができるし、あなたには気が弱いという欠点がありますよと言われたら、いや、私はただ優しいだけなんですえへへと思うことができます。あなたが幸せな人生を送るために他人が作った全ての基準を満たす必要はありません。あなたは欠点を直さなくても幸せになれるということです。欠点は簡単に直らないから欠点になります。直らないものを直そうと努力するより、受け入れてしまった方が楽に生きることができます。直らない欠点を嫌っていたら、あなたは一生自分を嫌い続けることになります。欠点を嫌うよりは、そこが私のいいところなんだよと好きになってしまった方が機嫌よく生きていくことができます。ということで、あなたは不十分ですよと言われることがあっても、自分をダメだと思う必要はありません。あなたは他人が作った基準を満たしていなくても自分を幸せにする資質は十分にあるので大丈夫です。あなたにはこんな欠点がありますよ、あなたはその欠点を直さないと大変なことになりますよと言われたら、そんなの関係ねえと思うようにしましょう。